YouTube とか、はい、そういう TikTok とかそういう SNS の活用っていうのも今まであんまりやってなかったじゃないですか。なかったですね。そこら辺もよりオープンになっていくんですか？もう何でも自由です。とにかくタレントのやりたいことをサポートするのがスタートエンターテインメントの役目なので、やらない理由が何もないですよね。確かにメタバースの市場にも参入していくっていうこともアイディアとして、はい、まあこれは単純に、はい、フォートナイトなんかに出たら面白いよな、トラビスとかっていうもう感覚ですよね。ジャニーズ問題に限らず、まあ、今ビッグモーター問題もありましたし、はい、宝塚問題もありましたし、はい、誰もが贖えない、はい、なんか大きな時代が動いてるっていう表現をされてたんですけど、はい、福田さんはそういうふうにも感じますか？いや、感じますね。昭和は終わって21世紀になって20年ぐらい出遅れましたけど、まあ20年ですよね。一発ヒットで取り戻せると思ってます。いいですね。そういう明るい流れをなんか福田さんが作ってくれそうな気がします。プレッシャーみたいなのは感じますか？あ、全然ないですね。ただむちゃくちゃ難しい仕事である認識は思ってるんですけど。今の話に通ずると思うんですけど、確か3つの新たな挑戦ということで DX 化、グローバル展開、メタバース市場参入と書かれてますけど、特に今おっしゃったそのグローバル展開っていう点で何が重要になってくるというふうにお考えですか？まずグローバルに売りに行く人がいない。だからまずそういうグローバル質を作ります。これ何でもそうなんですけど、売りに行ったら何か売れるんですよ。売りに行かないから売れないんですよ。売りに行く気があるかないかだけなんですよね。だから例えばアベマができた時にいろいろグローバル展開したいっていう相談いただいて、エミー賞一緒に行ったんですよね。でその時会長だったコーエン会長とアベマの幹部の人たちとニューヨークのノブで、ランチしました。弁当定食、弁当っていうのがあって、あんま美味しくないんですよね。一番高いんですよ、そのメニューが。それ食べて、コーエン会長がお前らテレビどういうテレビなんだ、インターネットテレビだって言って、で日本の民放局でエミー賞の会員になってるテレビ局って1個もないんですよ。でもその時に会長が、入って一緒に盛り上げようよエンタメをって言って、アベマさん入りましたよね。どうやってエミー賞の会員になるんですかってみんな言うんですけど、いや、行って話したらなれますよね。行かないから。だからグローバル展開どうしますって言った時に、やっぱりベネチアならベネチア、カンヌならカンヌ。カンヌのテレビっていうのはミプコムっていうのがあって、ゴールデンウィーク前の4月と10月の初旬に必ずあるんですよ。そこに行ったら世界中のテレビ局の人だとかエンターテインメントの人たちに必ず会って話せます。でもみんな1ヶ月ぐらい前からアポ取って、スタジオの幹部と話したりして、番組輸入したり、共演したり、ローカリゼーションしたり、ゲーム番組だったらゲームのフォーマット販売したり、そういう売買マーケット。でも僕そこで日本人見たことないですね。そういうのはもう必ず今後参入していくんで。まず行くと。はい。そしたらもう自然とビジネスが広がっていくってことなんですね。そのアーティストの実力っていう側面で見ると、はい、その行って活躍できるポテンシャルがあると思いますか？いや、僕ね、こうなると思ってからいろんなビデオだとか練習とか見てるんですけど、どのグループとはあれですけどね、もうすっごい踊りしますね。で、これ全然知られてないんだと思って。これ YouTube で流してちょっとアジアの人たちプレゼンテーションしたらみんな飛びつくんじゃないっていう人たちばっかり。だからその部分はすごく期待してきっちりやっていきたいなと思います。そうですよね。はい、やっぱり今すごくこう韓国の勢いがあったりとか、はい、する中でそのスタートエンターテインメントのアーティストの人たちもきっとこう世界にっていう思いを持っている方も多くいらっしゃると思うんで。でやっぱりそこを実現するには今いるファンの方々の支援がずっと変わらずあって、日本人として誇らしい形でグローバルデビューできて、また日本でのサービスも充実して。そういうファンの方々に還元できてっていう流れ作りたいですよね。そうですよね。DX 化。これ独自の音楽配信サービスを立ち上げる予定なんですか？なんかこの会社のことをいろいろやるのに CD モデルのことをいろいろ聞いてこられる方当然いると思うんですけど、あれ本当にプレミアムグッズなんですよね。すごい趣向を凝らして丁寧に作られてるんで、これがなんか音楽配信どうのこうのってあんまり関係なくて、これは引き続きもちろん提供するし、もっと充実した形でやっていきたいっていうのが、まず第一にあって。で、それプラス、この件抜きにして、サブスクのビジネスモデルって音楽業界に大打撃を与えましたよね。うん、やっぱり20分の1の収入になっちゃうわけですから。で、映画もある種そうなんですけど、一流のものをがデフレ化して、安く見られすぎちゃった。だから、その結果マーケットどうなったかって言ったら、トップガンの新作出るまでは、パンデミックだったし、それでいいやっていうことで、ネットフリックスに行っちゃったわけですけど、ここのとこネットフリックスの加入者が順減してますよね。うん、で、僕もそうですけど、ちょっと見るもの少なくなってるんですよ。で、これなぜかって言ったら、ネットフリックスってハウス・オブ・カーズですね。カーズ。あれ、ソニー・ピクチャーズの制作ですけど、新しいメディアって必ず今までにないようなマス受けしないものでヒット出してるんですよ。ワウワウで言ったらツインピークス、AXN で言えばロスト。こういうなんか目利きがすごいトップスターから出てるんじゃなくて、本当にストーリーと脚本でやったものでヒットしてるんですね。なんですけどね、ネットフリックスは AI 駆使したりいろんなグローバル展開していく中で、どんどん加入者が増えるたんびに選択がそのマスマーケティングになっちゃったと思うんですよ。だから今見ると、ちょっとアメコミ映画みたいなのが増えましたよね。ただつまんない。全然エッジの効いたものがない。で、総合化と専門家ってのはどのメディアでも繰り返すんですよ。僕らが少年マガジン読んでた時って、少年じゃなくて高校生主軸だったんですよ。1970年代は。で、その後どんどん読者が増えてくると分派するわけですね。ヤングマガジン、僕らのマガジンって。だけどそれぞれがまだ細っていくとまた総合化するんですよ。メディアって総合化と専門家を繰り返すんで、おそらくその時代の潮目見たときにその判断できてるとこがトップになる。だから、まあネットフリックスもバカじゃないですから、これからローカリゼーション注視すると思います。日本においてはご承知の通り、U-NEXT がすごい伸びてるじゃないですか。はい。本田君って社長、昔から友達ですけど、すごいですよ。僕とランチしてて、感動した映画、中学生の時何ですかって言って、僕はむちゃくちゃマイナーなこと言うんですよ。知らなかったら、その場で編成に電話して、すぐ仕入れろって言うんですよ。そりゃ面白くなるはずですよね。だから分かってる。このビジネスのこと分かってる。だからやっぱりエンターテインメントって多様性だし、そこにコアなファンができたら専門性だし、それをこううまく組み合わせてやっていくっていうのが僕のミッションの一つでもあります。この配信サービスってとこで言うと、例えば、ハイブなんかは BTS のところなんかは、ウィバースっていう形で、一緒に EC をやったりであるとか、直接つながっていろんなサービスやってますけど、ああいうイメージも終わりなんですか？今ね、就任1ヶ月ですからね、そこまで僕の知識は及んでないんで、ファンクラブがすごい大事だから、会社のありようとかサービスについては、これからきちんとやっていって、みんなが何が今満足するのかっていうのをやるので、ここでは具体的にあまり言う言葉がないです。ただし、その音楽配信については、ここの話に限らずね、本当に Spotify と Apple Music のグローバルスタンダード、GAFAM のものしか選択肢じゃなくていいのと。音楽業界の U-NEXT がいるんじゃないのと。だから僕は独自の音楽配信システムを、まだ具体的じゃないですけど、個人的には作って、それがみんなが他の日本のアーティストやミュージシャンが面白いって言ったら、日本独自の新しいプラットフォームになって、世界中を席巻すればいいじゃないかと思うんですよ。面白いですね。それだけのことができるタレントがいるわけですよね。だからもうおそらくみんな誤り疲れたと思うんで、これからやっぱり攻めに転じたいと思うんですね。はあ。世界中にファンいますしね。世界中ファンいます。それは大きいですね。ブラジルにもいます。ロンドンにもいます。そのうちハイブなんかもどんどんエンジニアを雇ったりして、ある種テックカンパニーにもなってきてるじゃないですか。そういう未来系もあり得るってことですね。テックはもともと僕がね、やってた部分なんで、それやっていくのに、どれだけ外部と提携して優秀な人たちを採用したり、提携したりできるかだと思うんで、人事面のところは、これも、この件が落ち着いたら、早急に取り掛かりたいと思いますね。でも、考えてみたら、それって普通のスタートアップが、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうのと全く同じですよね。ただ人間ってやっぱりその、マインドが弱ってる時に、まず元に戻んなきゃと思うのが普通なんで、そこに集中するんですけど、そこでみんなが落ち着いて、これいけるかもしれないっていう確信の目になった時には、バッと攻めます。あとはメタバースの市場にも参入していくっていうことも、アイディアとして。これは単純に、フォートナイトなんかに出たら面白いよな、トラビスとかっていうもう感覚ですよね。世の中が普通のミュージシャンがやりたいと思ってることを何でも実現させるっていう意味で象徴的に使ってるだけです。そこのメタバースも含めて、DS 化とも絡むんですけど、YouTube とか、そういう TikTok とか、そういう SNS の活用っていうのも今まであんまりやってなかったじゃないですか。なかったですね。そこって BTS とかめちゃくちゃうまくて広がっていったじゃないですか。そこら辺もよりオープンになっていくんですか？もう何でも自由です。とにかくタレントのやりたいことをサポートするのが、スタートエンターテインメントの役目なんで、もうやってみなはれしかないですよね。そこ結構やらない理由が何もないですよね。確かに。ただやって、損得とかノウハウは出てくると思うんですよ。で、その遅れた部分っていうのは、いろんな形で取り戻さなきゃいけないんで、そこの復案は今練ってるところです。だから今そのもちろん実力がある方々はさらにこういろんな展開も期待できると思うんですけど、加えてその育成の部分とかはどういうふうに考えられてるんですか？はい、今まだあれなんですよね。育成については別会社になってまして、いろんな整理をしなきゃいけないって聞いてて、これもまだ1ヶ月で全然掴んでないんですよ。ですけど、ここがやっぱりいろんなことの元になってるところなんで、透明にしなきゃいけないし、まずマネジメントどうしなきゃいけない。会社のフレームから入らなきゃいけませんし、カメラつけたり親御さんが安心できるような仕組み。これが一番肝だと思います。つまり、これからも次世代のグループを出していくことがかなり重要度の高い仕事だと思うので、慎重に中身を勉強してから年明けぐらいにはいい形で説明できればなと思います。これだから芸人さんでもそうですし、こういうアイドルとかもそうだと思うんですけど、今までって何ていうんですかね、結構なんとなく契約するみたいなカルチャーじゃないですか。それこそ。なんとなく契約ないとかね。そうですね。なんとなく契約じゃないみたいな。私もその若いそのアイドルの方お話聞いたことありますけど、なんか話しかけられて、いつの間にか一応そのデビューしてて、それが、結果的になんか飯食えてるみたいなことになりますみたいな、聞いたことあるんですけど、だからここはやっぱりその、エージェント性の話にもつながると思うんですけど、ちゃんとプロとしてどう育成するかとか発掘するかっていう仕組み化が、重要ですよね。やっぱり韓国優れてますよね。やっぱりメンタルちゃんと整えるようなファンクションがあったりとか、あと今回エージェント制取る取らないって言った中に、やっぱりエージェント制やりますよっていう人だと会社作んなきゃいけないとかね。そんなことしたことないわけですよね。社会のこと、お金のこと、いろんなことを勉強できるように、それを一つのプログラムとしてできるようなことも考えていきたいと思うんですよね。つまりなんかそれ出てきて、いくらだとか言うだけじゃなくてね、人間として成熟できる状態で精神が安定してないと、このビジネスできませんよね。もし僕があるメーカーの社長に就任したら、やっぱり工場に行って、それどういう仕組みでやってて、どういうイノベーションがあった、歴史があったの、これからどういう新商品作るのって話じゃないですか。でそれは同じなんですよ。でも同じなんですけど、やってるのは人間なんで、感情もあれば、合う合うないもあるんで、そこを見極めながらお金のこと、社会のこと、契約のことを分かっていただければなと思います。それをだからもう、なんですかね、一過性の何かじゃなくて、プログラムとしてあった方がいいんじゃないかなって今、漠然と思ってます。はい。ピボットのコンテンツもぜひ皆さんに伝えてください。いや、ですからね、僕はいろいろ出させてもらったりするじゃないですか。で、皆さん僕より会う前にネット見てるんでね。結構見てますよ。そうなんですね。すでに。興味ある方多いですよね。なんとなくやっぱり自分も例えばビジネスのことを学びたいとか、投資やってみたいとか、いっぱいいますよね。ですからね、タレントの未来の話だけじゃなくて、こんなことやってみたいって話もすごく出て、いいことだと思いますね。みんなが全人間的に岡本太郎みたいに生きた方がいいですよ。確かに。育成がね、すごく肝だと思うんですけど、それとともにファンクラブっていうのは収益源でもあるじゃないですか。これファンクラブ別運営されるってことも書かれてましたけど、ファンクラブビジネスっていうのは今後どういうふうに運営されていくんですか？今ね、まだそこも全然固まってなくて、本当にすいません。1ヶ月でできたことは、新しい社屋をフロアを見つけることと、お金を何とかすること、ここで、今日ここに来てます。大事です。その両方が大事なことはすごくよく分かってて、だからちょっと経験にここでなんかできるまでの知識もないし、速攻そこで取り掛かります。福田さん今、ファンクラブの方に愛されてるんですか？鋭いですね。いや、人が愛されてるか愛されてないかは、わからないんですけども、創業者じゃないからカリスマ性がなくて、ここに集団指導性に変わっていく過渡期の中で、自分の仕事を見てもらうしかないと思います。だから僕なんかもね、関西人でせっかちで人のことを決めつけたりする悪いとかあるんですけど、なんか付き合ってみたら意外といい人だっていう経験ありません？なんか。いっぱいありますね。なんで、いろんなハッシュタグも聞いてますけども、まずは僕の仕事を、3ヶ月じゃどれぐらいか、引っ越しただけで終わるかもしれないから、1年間ぐらい見てもらって、その過程の中でライブ会場にもお邪魔しますので、瓶を投げないで温かくこうしていただければな、と思います。プレッシャーみたいなのは感じますか？全然ないですね。ただ、むちゃくちゃ難しい仕事である認識は思ってるんですけど、この間ね、イチローの伝記を書いたライターの方とランチしてたら、何かの時にイチローさんがWBC の、時になんか原監督の時だったかな、全然打てなくてスランプだった時があって、最後追い込まれてイチロー打たないところで負けるぞって言った時に、自分の分身を自分のこの3メーター上ぐらいに仮定して、さあ、イチロー選手バッターボックス入りました、9回裏、2アウトなんとかってね、自分をすごい客観的に見てたって言うんですよ。そしたら落ち着いて、サヨナラ打てたって言うんですね。ツーランヒットを打てたって言うんですよね。じゃあ、あれすごくよく気持ちわかるなと思って、今まで僕いろんな仕事をやってきてますからね、会社も何十社もやってますんで、別にやってることは普通なわけですよ。でもね、今回の件だけ必ず会った方が最後に言うセリフなんですよ。お体気をつけてください。なぜかこの件だけはお体気をつけてくださいって。いや、同じ人間なんでね、あんまり基本動作変わってないんですけど、緊張感を持ってもちろんやるわけなんですけど、その一郎の手法、ちょっと自分を客観的に見て、今やるべきこと何なのか、っていうことで判断してはいるつもりです。ただ、あと58歳の年齢の時にこれをやることにしてよかったと思います。なんか脳医学の本読んで、20代の時って前頭葉がこれから発達するから、チャレンジいっぱいして。で、20代失敗したから30代は自信満々にいろいろやるんだけど、まあ、チャレンジできる。で、インプットもできる。で、40代で両方成功と失敗を少しずつ経験して、最高だろうと思うと大失敗するんですって。で、50歳ぐらいって、ちょっと体も衰えるし、何でも自分でできないんで、僕ちょうどいいなと思うんですよ。もし30代の時にこれ引き受けてたら、うわーっと現場まで行って、ガーッと変えて、誰の周りの感情も考えないで、もっとやってましたね。だけど今はなんかできないから、こうしたらどうですかって。どうしてそれを考えたんですかと。つまりその現場に自分がいないわけですよ。いないから、そこを立体的な風景を思い浮かべるために、いい質問をするしかないんですよ。で、いい質問に威圧じゃなく答えてもらうためには、いろんな角度で話して、いろんな可能性を引き出して、ディスカッションして決めていかなきゃいけないんで、それができるのが多分50代だと思うから、ちょうど良かったかなと思いますね。これが10年若かったら多分もうすぐ、あいつはダメだってなってたと思いますよね。だから意思決定しつつ、周りにも伝えて動かす、周りを動かすみたいなことも、で、それだけ何度も言いますけど、本当に、みんな優秀なんです、周りの方が。動きが早い。飲み込みがすごいんで、びっくりします。だからやっぱり、いい会社にはいい人材が揃って、ここまで来たんだなっていうことはあると思いますよ。先ほどオフィス探しであるとか資金調達でちょっと苦労された話もありましたけど。まだしてますけどね。そうですよね。信頼の回復ってところが大事になってくると思うんですが、特にビジネスの文脈で言うと、やっぱり CM 契約されてきたいっぱいスポンサーの方々っているじゃないですか。そこで様子見の企業もあるでしょうし、継続する企業もあるでしょうし、こういったスポンサーとの関係、そこのところはどういうふうに信頼の回復っていうのを考えてますか？まずは、今もうこういう時代ですから、グローバルスタンダードにのっとって、人権尊重とかコンプライアンス作るの当たり前なんですけど、今回の CCO に和田さんという素晴らしい弁護士の方来ていただいて、この方、福島支援から、LGBTQ の支援からずっとプロボノに近い形でもやってこられた方で、で、今毎日一緒にいるわけですけど、例えば、人権尊重どうするっていう。これからやっていくことですから、まず基本的な骨組み作んなきゃいけないってことで話したときに、いろんな他社のホームページの事例だとか、宣言してる映像を見たりいろいろするんですけど、普通の人さっぱりわかんない契約用語ですよね。で、実際は本当に多様性認めて、いろいろやっていこうっていうことなんですけど、それをね、もう小学生でもわかるようにきちんと書いてくださってるんですよ。で、そういうことをきちんと履行できて、で、社外の取締役や監査の方も1月就任予定になってますけども、全部外から来た新内閣なんで、見ていただいて、透明な会社として出発できると思います。で、日々の運営は、これから見ていていただくしかないわけですけど、みんなが、誰も排除しない、認め合う、そういう社風にしていきたいですね。そうするといろんなテレビ局ともご挨拶に行くっていうふうに書かれてましたけど。あさってには全てのテレビ局の幹部の方とお会いして、その次の日には航空代店さん全部大手もあって、それでもね、回りきれないんで、準キー局、出版社、ラジオ局、全部回ります。で、クライアントさんも主協からアドバタイジング協会も、まだそこはアポ取ってませんけど、早期のうちお邪魔して、ありとあらゆる利害関係者の方々に新会社の体制をご説明に行く。ですからさっきのグローバルと一緒で、僕もともと営業だったので、会って話すっていうことしかありませんから、それをオンラインでとか新聞でとは言いませんので、そこを最初にやります。どうなんですか、今のテレビ局のリアクションというか、どんなふうに考えてる感じですか？まだね、お会いしてないんでわかりませんけど、それはもう、経済界の要請にのっとって、こういう新会社ができたっていう事実がありますから、それを踏まえて説明に上がる感じですね。編成とか、まあ、そうですよね。あと、まあ、いろんなセクションあると思うので、はい、営業とか、はい、まあ、そこと密にコミュニケーション。そうですね。だから結局僕が来る前からエージェント制敷いたことですごい大改革進んだわけですよね。すでに僕は前から言ってるようなことはエージェント制一番最初に読んで言い出したわけですから、それがこんな大規模で起きちゃって、今日 NG もなければまた戻りたいってことも戻れるし、やめたらひどい目に遭わせるぞもありませんしね。別に普通ですよね。テレビ局の編成の方がこの脚本にこの俳優がマッチするって言ったら、そういうことで仕事を成り立つ仕事だと思うんで、なんか僕にとっては普通のことなんですけど、それが全く行われてなかったようなことがあったとすればね、それは健全化するのに非常にいいタイミングだと思いますよ。そうですよね。はい、今までだとやっぱりなんとなくそれもありましたもんね。共演 NG とか、ね、まあ、バーターでとか、いろいろあったと思うんですけど。でもこれはやっぱり芸を磨いて競争する話なんでね。はい、全然そういう政治的な話じゃないと思います。そうですよね。はい、結果的にはそのタレントに実力があれば、はい、使う側もその人を使うわけですしね。そうです。そうなればまあ健全化していきますもんね。はい、そのテレビ業界、エンタメ業界の近代化というか、はい、本当にフェアな競争が行われて切磋琢磨する、そういう構造がやっぱもう生まれるって結構期待してもいいんですか？と思います。だから日本はオーディションあんまりないですよね。だからテレビ局さんも、僕ちょっと前にこの件って全然もっと前ですけど、あるテレビ局の編成の30名の方に講演してくれって言われた時にね、例としてね、悪いかもしれないけど、僕松本清張さんの愛読者で大ファンだけど、もう何周年松本清張原作やめなはれと。今の知られてない原作者と脚本家と付き合っていいドラマを作るべきだと思うんで、そういうことがない限り戦えないんですよ、世界で。だからその港区の中だけで持ち回りでやるような人事が、もしですよ、そのドラマなんかでも行われてたとしたら、それは楽しいものできるわけないんで、まあそういうこともフェアにやっていった方が、まず競争の大前提のとこだよねっていう。港区の狭い論理をぶっ壊すってことですよね。いや、もうその誰かと誰かの競争みたいな話やったら聞かれるんですけどね、やっぱり一時は韓国にまで影響を与えたチームじゃないですか。再びアジアの皆さん、中国も含め、タイも含め、インドネシアも含め、ファンをもっと増やして北米の方にもヨーロッパの方にも進出していくようにしたいですよね。そしてそれは可能だと思ってます。確かに本当に行けばね、売り込みに行く人が確かにいなかった、まあ、だけといえばだけの、それだけなんですよ、理由が。行けば行けるっていう、ね、だから必ずテレビの祭典とかなんとかマーケットはもう絶対行きますよね。でそういうチーム作って行ってもらえますよね。で行って商談すれば魅力的なタレントの方々しかいないわけですから、そこで商談が起きますでしょ。全く孤軍奮闘1人か2人の事務所でやるよりかね、これだけいたらすごいチーム総合力は出せるんで。そこは頑張ります。ちょうど昨日このジャニーズ問題でも発言されてた経済同友会の新浪さんにインタビューする機会があったんですけども、はい、ジャニーズ問題に限らず、まあ、今ビッグモーター問題もありましたし、宝塚問題もありましたし、もう誰もがあがなえない、なんか大きな時代が動いてるっていう表現をされてたんですけど、やっぱ福田さんはそういうふうにも感じますか？いや、感じますね。なんかもうやっぱり昭和99年まで生かさないぞっていう感じですよね。だからさっきの i モードの話ありましたけど、 i モードの時にインターネットでトップサービス出してるんですよ、日本は。で、そのもっと前で言えば、ソニーやパナソニックや三菱地所がアメリカを席巻した時期もあったわけですよね。だからポテンシャル持ってるわけですよ。やっぱり昭和は終わって、21世紀になって、20年ぐらい出遅れましたけど、まあ20年ですよね。一発ヒットで取り戻せると思ってます。いいですね。そういう明るい流れをなんか福田さんが作ってくれそうな気がします。はい。私もそのテレビ局にいた時はちょっと諦めてた部分もあったんですけど、福田さんのお話聞いてると、なんか全体的に変革が起きるんじゃないかなっていう期待感が。でもなんかね、僕みたいな考え方本当人にお勧めできないんですよ。その瞬間辞めたとかってね、会社今まで2回辞めてるんですけど、次の会社を決めて辞めたことがないんで、その瞬間いつも毎回失うわけですね、全てを。おすすめしませんよね。でも最近の若い方に聞いたら、次の会社を決めてから辞めるのが普通ですよって言って、ああ、そうなのかと思いますからね。やっぱり家族いる方は安定路線で行ってください。こういうその、まあ、経営陣とか、こうメンバー、まあ、これからも、まあ、いろいろこう動きあると思うんですけど、はい、はどういうふうにして選定していったんですか？今回は各分野のプロで、やはり経済界から透明性と旧会社との関係がないっていうところを基軸にして、お話しさせていただいたんで、もう財務、コンプライアンス、もうみんなプロ中のプロばっかりなんで、安心してますね、そこは。ただ、これからもっともっと、業用を広げるにあたって、外部のパートナーが必要なんで、それは資本関係だったり、いろんなヘッドハンティングだったり、で、おそらくそういうヘッドハンティングなんていうことも、まあ、割と芸能界全体が馴染みがないじゃないですか。だから、そのタレントさんの出入りも自由ですけど、幹部なんかもどんどん自由に、スター級の人たちを取ってきます。そうですよね。こういうのも新しいですよね。多分今までの芸能のマーケットだと、やっぱりそこも膠着してるというか、まあ同じ顔ぶれがずっとっていうのがあったと思うんですけど。だから仕事のオファーがインターネットでできるっていうのをやるだけで多分革新的だと思いますよ。どの芸能事務所も問い合わせフォーム全然ありませんからね。ですよね。うちはありますし、来たらそこでその会社さんがあんまり知られてない会社だったらどういう会社か、話し合って知って判断しますしね。だから、普通の商取引ってそれでいいと思うんですよ。芸能ってね、話が来た3ヶ月後ぐらいに実現するんですね、CM でも。はい。つまり普通の会社って、もっと仲良くなって知り合って、新橋で飲んで、じゃあ1億円の取引しようかって言うじゃないですか。でも芸能だけは突然来て、3ヶ月後にやって、解散って例えば CM だったらなるわけですけど、そんな仕事って珍しいですよね。だから、このビジネスモデルが信頼性築くために、保守的にならざるを得なかったところあったと思うんですよ。知ってる人じゃないとやっぱり仕事しにくいから。でも、インターネットで問い合わせができるとか、グローバルに行くっていうことは、あんまり知らない人と仕事しなきゃいけませんから、それは経験者の方が上だと思うんで、そういう経験ある人を取って、そういう新しいチームを作っていきます。もうね、韓国とかならエンタメ業界で働くって結構憧れの仕事になってて、ソウル大学出てエンタメ会社入ったりとか普通ですもんね。僕の時はそうでしたよ。もうテレビ局入ったら勝ち組って感じでね。僕プロダクション入ったんで、ちょっと負け組みたいな感じで当時は思われましたけど、でもそれがアメリカだったらですよ、テレビ局入るのと、プロダクションのハリウッドに入るのと、同じぐらいの価値で高いですよね。だからやっぱり自分たちのバリューを高めるっていうことが、構造上できなかったことを今回打破できて、みんなが輝けるようになれば、それを輝けるし、それにはすごく激しい競争があると思うんですよ。本当にいい商品だからやってくれっていう。で、そのいい商品であるって言い切れるためには、日々練習していい踊りができなきゃいけないし、ちゃんと発声やっていい音楽できなきゃいけないし、だから素晴らしいマライア・キャリーみたいなね、歌声の持ち主だっていう人がじゃんじゃん現れた時に多分活性化するでしょうね、これは。だからなんか俺はお前ここ融通でとか言う。だから港区的なイメージの話じゃ勝ち目ないんで、それで勝ってたらいいですよ。で、負けてるんだから、やり直しましょうっていう。港区ダメですね。好きなんですけどね。そうですよね。でも本当そうだな。変わっていかないといけないし。アメリカ面白いんですよ。はい、ニューヨーク音楽でのドラマとか映画、ハリウッドでって言って、あれだって5時間かかって時差あるんですよね。で同じ国って言っても結構違う時間軸でやってるわけですよね。だからなんか、そういうことでの多様性もちょっとないじゃないですか。確かに。だから僕関西出身だから言うわけじゃないですけど、大阪にも長井にも福岡にもね、いろんなエンタメの拠点があっていいと思いますよ。ああ、そうですよね。だから東京一極集中していることで、こういうコンサバティブなビジネスモデルが疲弊してきたんでしょうね。いろんなところで。そうですよね。昔メディア結構大阪にいっぱいありましたもんね。ありました。それが全部東京に来ちゃってね。あとね、カンテレでも、朝日放送なんかでも、やっぱりローカル枠多かったですよね、時間が。だから今、ローカル枠もローカルニュースと天気ぐらいになっちゃったんで、やっぱ面白くないんですよね。だからそこにネットが出てきたんで、だからそこを活用すればいいと思います。だからやっぱり、インターネットで出てきたことによる競争って、エンタメ業界でももっと起きない。で、ここだけが起きなかったんですよ。他は皆さんのね、スタートアップとかやると全然起きてるじゃないですか。ここだけ起きてなかったから、だから嘆いてんじゃなくて、すごいチャンスだよと。ここはもうゴールドラッシュになるねっていう感じですね。テレビの話していくときに、やっぱ福田さんがよく田中角栄の話するのが私は印象的で。いつも受けないパートなんですよ。受けないパートですけど、結構すごい大事ですよね。大事なんですよ。角栄がこのクロスオーナーシップで河川構造を作って、その角栄の呪縛から、やっと解き放たれるんですかね。日本のテレビ局というかメディア構造。これやっぱり政治家はなきゃダメで。政治家はやっぱ必要ですか。護送船団方式と、それぞれ民間でやってくださいっていうところのバランスが、いろんな、産業で崩壊してるんですけど、テレビ局さんも、権力を持ってるから悪いって言うんじゃなくて、そのことによってインターネットとの防御力がなくなってると思うんですよ。インターネット出てこなかった時には、それ守られてて、ただその時は経済成長と一緒にテレビの面白さもずっと倍増していったと思うんですよ。さっき言った日本のドラマブームって1983年のダブル朝のから起きてるんですけど、それ以前はゴールデンタイムを外貨買ってたんですよ。チャーリー・ゼンゼル買ったりスタスキ&カッチ買わないとゴールデン埋まんなかったわけですよ。そうなんですね。だけどテレビ局がダブル朝の時にやっと自分たちでゴールデン埋められるようになったんです。その時に今の基地出身の芸能事務所の社長たちが20代だったのが40代になって花開いて芸能事務所がすごい流行るんですよ。で、その方々が今80歳。このなんかビジネスライフサイクルの中で今回変わるポイントが変われるんじゃないかって言いたいところですよね。そういうことですね。はい、まあ日本って寿命によって変わるんですね。キーパーソンが死ぬかどうかによって。テレビ局の監督官庁が監督がいいとか悪いとかっていう以前にインターネットという全然国がコントロールできないようなものが出てきたときに、あんまり監督官庁の意味がテレビ局についてはなくなってきちゃったんですよね。だから既得権益じゃあんまりなくなってるわけですよ。だからテレビ局さんも切磋琢磨してインターネットのシアター作ろうとかね、それこそメタバース行こうとかいろいろ多角化されてますよね。でその時にテレビ局さんもやっぱりずっと新卒から来てて、中途で取るようなマインドが他の企業と一緒にあんまりありませんから、そこはグローバルに習って面白いやつがいたからちょっと香港から来いよとかね、やっていけばね、相当楽しいマーケットになります。というのは、東京からコンパスこうって描いたりすると、上海、台湾、北京、で、なんならマニラ、タイ、今、タイとかね、インドネシアっていうのは新しいエンタメのベースになってますよね。そのあたりまでだいたい4、5時間で行けますよね。さっきも言った通り、ロスからニューヨーク行くんだったら5時間ですよ。ということは、あれがアメリカで一つのマーケットだったら、東京から発信するアジアのエンターテインメントマーケットって、どんだけすごいマーケットなんですか。しかもこれが全部成長マーケットですよ。成熟してないからいいわけですよね。だからビジネスオポチュニティしかない。これやっぱりより一層人材の流動化が大切になりますね。エンターテインメント業界内でも、テレビ局の人がそれこそスタートエンターテインメント入ってくるとか、行くとかいろんなこう、流動化しないと。あとね、テレビ局の人で優秀な人めちゃくちゃ多いんですよ。多いですよね。ですごい、優秀な人しか入れませんよね、逆にテレビ局って。はい。なんですけど、やっぱり課題は、みんな結局、閉鎖的になってしまって、情報が入ってこないんですよね。だから自分の部署だけの仕事しか知らないっていうことになって、こういう仕組みとかが理解できないという課題が未だにあると思うんですよね。僕ね、これ想像ですけどね、テレビ局のポートフォリオを見てると、テレビ局収入よりも、その他の事業収入増えてるじゃないですか。はい、不動産とかだと。はい、会社って自分とこのメジャーじゃないものの方が余裕を持って判断できるんですよ。つまり不動産がメインになってくると、ちょっとこのドラマどうしようかみたいな時に余裕が生まれた時に、いや、外であいつ活躍してるね、ネットフリックスからあいつ上映しようよっていう動き出ると思いますね。だからなんか別にこう下っていて年取っていてダメになるっていう構造ばっかりじゃないんで、やっぱりさっきの時代によって揺れ動きがあるんで、日本のテレビ局なんてもともとクオリティ高いですから、そこも期待したいですよね。まあ一緒にやっていくことになると思うんですけど。すでにノンさんなんかもアジアでいろんな仕事獲得してるじゃないですか。そのノンさんと同じことを、やっぱこの新会社の皆さんタレントやるだけですごいマーケット広がりますよね。何年かかるでしょうね。結構やっていくでしょうね。やっぱり今回160倍ですからね。160倍。ノンさん、世界の方が活躍してるぐらいですよね。ただ会社としてのプラットフォームが、サービスメニューがはっきりすれば、もちろん今まで通りやっていってもっと成熟させたいっていう方もいるし、新しいチャレンジやりたいっていう若者いるかもしれないし、あらゆるタレントさんのオプチュニティを無駄にしないようなプラットフォームとしてのスタートエンターテインメントにする。というのは僕の理想ですね。だから歌と踊り、そのアーティストの力でこう世界をリードしてほしいなと思いました。スタートエンターテインメントのそのアーティストの方々。もうね、すごい踊りするやつらいっぱいいてびっくりしました。ですよね。すごいんですよ。だから皆さん本当に努力されてきているじゃないですか。日々ずっと積んでると思うんで、それがこう、やはりいい形で発信されていってほしいですよね。その踊りに限らずなんですけど、かつこのスタートエンターテインメントに限らずなんですけど、日本のエンタメで世界でもっといけるものって他に何がありますか？いっぱいありますか？いっぱいあるんですけど、まずなんでいけてないかっていう分析なんですけど、例えば映画なんかにしてもグローバルスタンダードな作りになってないんですよ。韓国の映画がなんでアメリカで受け入れられてるかっていうと、あれ全部韓国語でやってたりするんですよ。言葉じゃないんですよね。でもね、作り方がグローバルスタンダードなんですよ。それは180度ラインって言って、ここで演技してたら、カメラって絶対ここから中入んないんですよ。エイゼンシュタインが開発したイマジナリーラインだって、ここに2人いると、カメラこっちから撮って、こっちから先に撮りますよね。こういうふうな見方に慣れてるわけですよ。例えばアメリカならアメリカのお客さんがそういう作り方してるんですよ。ところは日本っていうのはバンとズームしたりね、180度ライン超えたりね、作り方がグローバルじゃないんですよ全然。でそうするとね、やっぱり見てられないんですよ欧米の人は。だからマーケットをグローバルに意識しなくてよかったからしょうがないと思うんですけど、そういうことを基本的な知識でやっていったら多分普通にグローバルにできると思うんですよ。そういうことか。だから画角とか違うんですよ作り方が。例えばあるテレビ民放さんがネットリスト組んで、はい、やりますよね。やると全然面白くないのは、はい、面白くないですよね。やっぱりコマーシャルブレイクの前に盛り上げといてコマーシャルの後にサマリー入れて入るじゃないですか。はい、連続で視聴した時にむっちゃつまんないわけですよ。はい、ネットリストのテレビドラマってそのまま10時間のものを切ってるだけだから。そこのコマーシャルブレイクのこと考えてませんよね。はい、だから、もし僕がプロダクションのプロデューサーだったら、ネットフリックス用とテレビ CM 用と分けて作りますね。ああ、ドメスティックとグローバル。だからそういうなんか、ちゃんとマーケットに即したプロダクション行為をしてれば、それは変わってきますよね。いや、だからよくその、勘違いしてたんですけど、はい、言語かなと思ってた部分あったんですよ。韓国のよくそのオーディションとか、はい、まあ皆さん、もう小さい時からものすごく練習して、英語もまあできるからグローバルできる。あとはそのマーケティングもものすごい強いから、いろんなアーティストが、例えばアメリカとかでも活躍できるって言われますけど、言語だけじゃなくて、やっぱりその作りとか仕組みがやはり裏にあるという。そうですね。で、それがあって、さらにプラスいいのは、アカデミー賞も白人支配だっていうことで、2016年から改革して、2025年に完了するんですけど、ジャッジの方々の人種を、ちゃんと全米のポートフォリオに合わせた基準に変えていって、アジア人だとか有色の人たちがすごく多くなったと。うん、近年のアカデミー賞の作品賞ってほとんどマイナー作品ですよね。はい、ミシェル・ヨーのこの間の作品にしてもそうなんですけど、それは審査する人が白人だけから多様性に変わったからですよ。うん、だから今、まあ、インド映画もそうなんですけど、日本の映画が世界中に受け入れられる土壌がものすごくいい状態になってる。だから日本製のゴジラも、古いトカゲみたいなゴジラって言うと私がいたソニーピクチャーズですけど、世界的には受けても日本で受けませんでしたけど、日本で受けたものが今世界で受けるようになり始めましたよね。うんうん、やれることいっぱいありますよね。ですよね。楽しみですね。黄金時代が来そうですね。そうですね。日本のエンタメの。これ相当刺激受けると思いますよ。いろんな分野の人たちが。音楽も、演技の世界でも、コンテンツ作りの人たちも、福田さん中心にこういう変革を、挑戦を見せていくことが。僕一人じゃね、それできないんで、はい、会社はまあみんなチームですけど、それ以外の全体の日本のエンタメ業界の人たちが、自分たちの可能性を信じて、それが正しいと思ったら大事にして、打って出て、明日から行動していくことで、やっぱり全体野球にしたいですよね。うん、そうですよね。福田さんの魅力ってなんかこの明るさっていうか、はい、なんか、月が向いてきそうな感じの雰囲気ですよね。なんか運が良くなりそう。ありますよね。いや、だから結構自然体で今日もいらっしゃったんで。緊張してますよ。なんかすごいこと聞かれるんじゃないかと思って。いや、なんかね、すごい変わってたらどうしようというか、ビシッとね、言えないことしかないみたいなことだったらあれかなと思ったんですけど、結構こういうふうにオープンに話してくださるんで、それは伝わっていくと思うんですけどね。福田さんってやっぱ人生で運がいいですか？いや、運がいいと思いますね。良さそうですよね、なんか。うん、だけど、余計なことするから、変はいっぱいあるんですけど、タイミングで逃れたりみたいなことが多くて、でそのことを何人かの人に聞いたら面白くて、人間っていうのは乗れなかった電車のことしか覚えてないものだって言うんですよね。でも僕はね、乗れた電車のことしか思い出さないんで、意外と楽観的だったのかもしれない。あともう一つ今回引き受けた理由の中に、やっぱり自分の限界を知らなかったっていうことがあるのかなと思います。知ってたら、絶対こんな大変な仕事を受けられないじゃないですか。いや、これこうやって、これ絶対無理だってなっちゃうんですけど、意外とぼんやりしてて、なんか自分の限界を知らない。だから、なんかそれが割といけないことだと思うんですけど、やってみる中で、また失敗も多いと思いますけど、するところ、打席に立つところまでやっぱ見せたい。これさっきのいろんな新しいことやるときに全部同じなんですけど、どうやってやるんですかって聞かれたときに、やっぱ打席に立つ。打席に立ってないで、なんかちょっと練習始めたよって言っても、まあ練習かとか言うじゃないですか。はい、いや、まず打席に立って空振るとかね、なんかすると、少なくとも打つ気あんだなっていうのは伝わるんで、はい、球投げてくれるじゃないですか。でもずっとブルペンにいたんじゃね、何の仕事も来ないんで。なんか迷ってたときに後押ししてくれた人みたいにいるんですか？もう今回は自分で決めたんですか、最終的には。ジュリーさんと話した時に、普通に素晴らしい人だったし、東山さんのオーラも半端なくすごかった上に、そういう決断を、いや大変大きい決断だと思いますよ。僕だったら絶対しないことやった人が目の前にいると。木村さんだってそれはこの間いろんなことを超難覚として苦しいことはあれになったと思うんですけど、頑張りましょうっていうことだったんで、なんかそういう全然知らなかったけどこういう来て会った人たちの人間のオーラとか、実際会った迫力が一番説得力ありましたかね。覚悟とか熱意とか、はいはい、そういうものが最終的には。中途半端な感じでちょっと来れないですよ。来れないですよね。多分引き受けられる人も本当限られてるというか、まあ福田さんしかいないと思います。結構だからネットであれなんかちょっと振りでね、そのうち一つのネタで終わるんじゃないのって思ってた人が昨日やった発表で本気だったのがおいっていう問い合わせが意外と友達に多くてね、うん、はい、もう頑張りますっていう感じです。そうですね。さっきの限界を知らないっていうのはすごく印象的で、なんで限界を感じないですか？自信満々な感じじゃなくて、知らないっていう感じで、知らなかったっていう。あ、そうだ。だから今ね、そうだったんだ。あ、そんな大きいことだったんだってことが結構毎日あって、怒られてるの。そういう甘い認識ですかって言って、ごめんなさいっていう。でも知ってしまったからにはそうなのかっていうことで、すぐ気持ちの中の V 字回復が早い方なんで、そしたらもっとこんな風にできないっていう。楽しんでますというかワクワクしてます今は。はい、ですね、明るくて最高ですね。はい。なんかこう日本のエンタメの未来が明るいなっていうふうに。本当ですか。はい。私は思いました。だから後に続いてほしいですね。ですよね。他の事務所の方もみんなで盛り上げたいですね。ですよね。だってなかなかそのまあこういう事務所プロダクションのトップの方がインタビューに応じてくれる機会ってもなかったので。そういうのも変化かもしれませんね。はい、佐々木さんいたら絶対なくてもやってって言いに行きますよね。だからこういうふうにやっぱり発信していくことがすごく意義が大きいんだなと思いました。いや、本当に聞いてくださる皆様の感じを知ってるからだと思います。というのは同じことばっかりずっと聞かれるような場にやっぱりちょっと行きにくいですよね。はい、なんか何の場所でも知的興奮を得たいっていうのがあるんで、だから佐々木さんから何か質問されたりするとドキドキするし楽しみですもんね。あ、そういう切り口で聞いてこられるんだっていうのだから多分これ終わってから後からああって思うこと多いと思います。知的興奮とおっしゃいましたけど、やっぱ知的好奇心の塊ですもんね。やっぱそういう人がこれからの時代エンタメとかのトップやった方がいいですよね。確かに。お互いでベタ褒めし合うのやめてもらって。いやいや、ごめんなさい。気持ち悪いですね。ちゃんと新人さんのことをインド株買います。そうですね。来月から。失礼しました。最後になんかよくおっしゃってる話として、やっぱ芸能界においてスターの人たちとか芸能人の人は最下層だってことをよくおっしゃってたじゃないですか。そういう構造をちゃんとやっぱこれから変えれるんですかね。やっぱりスターが最下層っておかしいじゃないですか。これスターに限らず、サラリーマン、ビジネスマン全て言えることなんですけど、空気読まなくていいと。自分のやりたいことを言い続けたらいいと。それってできるかできないかっていうのにまた大きなチャレンジ出てくるんで、そういうふうになればみんながトム・クルーズになれると思うんですよ。名言出ました。みんながトム・クルーズ。みんながトム・クルーズになれるんですよ。自分のやりたいことを実現するために僕らは生まれてきたんで、やっぱりなんかビジネスマンって生まれた時に世界を股にかけて仕事したいって思うじゃないですか。だから僕なんかもう英語ど下手ですけど、やっぱり20代後半から勉強するわけですよね。それで初めてプレゼンテーション香港でした時に30人ぐらいに講演したんですよ。で一番最初になんかもう丸暗記な英語で言うしかないから、今日僕がプレゼンテーションした後に、絶対質問しないでねって言ったんですよ。絶対質問答える能力ないから、今日覚えたこと言ってるから。で、バーッとプレゼンテーションして終わったらね、なんかみんなが、はいって質問で10人手挙げるんですよ。そういうジョークの感覚って、すごいいいなと思ったんですよね。だからみんなが明るくて、構成命題で世界へって書きましたけども、ずっこけもね、成功も含めてみんなが称え合えるようなね、多様性だから人を排除しない、認める、だから自分が違う考えの人も認められるようになりましたよ。年取って中国やアメリカやヨーロッパの友達ができると、その国がどうだってことがなった時にその国が嫌いってなんないですよね。そこに友達がいるから。だからタレント同士も同じだと思います。この会社からもう過去に育っていった方で活躍している方いっぱいいますけど、いつでも話ができるし、一緒に組んで外部だけどやりたいって言ったらできるし、それでいいと思います。お客さんが、ファンが満足してくれたらそれが成功なんで。戻ってきてくれるのも大歓迎ってことですよね。もう戻るのも自由に飛び立つのも自由だし、共演もいいし、本当にやりたいことをやってノウハウ蓄えていけばいいし、楽しければいいです。いや、ありがとうございました。なんかね、未来が見えてきましたね。はい。はい、貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございました。はい。